ケンシです。山本です。今回なんですけども、はい。なんと、うん、僕たち佐賀県に来ているんですけど、うんうん、佐賀県といえば、佐賀県といえばあの人たちですか。そう。SGS。さあ花輪じゃないんだ。今日は花輪じゃないんですけど、佐賀といえば、あ、いたいたいた。あ、来たー。佐賀県のケイチくんが大好きな、そうですね。釣岡さんとコラボさせていただきますので、はい、早速ご挨拶。市に行ってみましょう。はい、レッツゴー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐賀よかでしょうの皆さんで、はい、本日は、はい、作業と釣りということで、はいはい、僕らの釣りの方で同伴させていただいて、はい、でその後に合流してご飯を食べていくと。わー、楽しみで、自然薯掘りだ。3時間かかる。自然薯掘るの？二人でやってもらえたら。汚れ仕事は任せてください。はい、頑張ります。怪我だけには気をつけてください。そうですね。でそんな感じで釣りの方、はいはい、ご指導、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあまず皆さんに安全装備をつけてもらいましょうかね。はい、はい、はい、もうご存知ですよね。はい、そうですね。頭につけるやつ、はい、頭につける、はい、そう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 。ありがとう、ありがとう、ありがとう。そのままでお願いしますね。何のボケも浮かばない。見える位置がいいですね。今日何釣りかも聞いてないんですけど、今日は板物、板物釣りです。大体なんか前回は青物、ブリの子供、うん、ヤズこっちで言われるんですけど、とかがいたんで、うん、それが釣れたらラッキー、ラッキー、ラッキー。けども今週はいないかもしれないんで、うんうんうん、その時はまた別のものを探して、別のものを、うんうん、それこそヒラメもいるかもしれない、かもしれない。ルアーですね、うんうん、ジギングです。ジグです、はい、動画です。楽しみだな、楽しみだな。ついに主釣りになる日が釣りって名乗ってて全然釣りしないじゃん。田村さんは釣らない方がいいですか。ビジマネージャーさん、めっちゃ映すやん。めっちゃ映すやん。ナイスですね。失礼します。じゃあ今日は3人で、はい、行ってきます。行ってきます。おい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 、行きます。山本くん、行きましょう。ちょっと待ってね。釣り岡さんたちにいろいろ教えてもらいながら、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。牛釣りさんが映ってるとこ全カットなんで。おい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 、全カット。普通の釣り歴も何年だった。僕小学校ぐらいからなんで、はい、どうなんすかね。30年ぐらいはなるんだね。なんだかんだ僕もう39なんで、うん、まあ、そうか。両内が俺の1個上なんで、両内もう40なんですよ。達人の域に入ってるね。でさらにここお二人、その僕の2個上なんで、そう、41の年。みんなおじさんです。若いですね、見た目が。おいくつなんですか。僕らの33です。33、どっちも33ですか。タメ、はい、口とか聞いても大丈夫。あ、もちろんもちろん、はい。こういうアプリがあるんですか。そうです、そうです。大事で、こう、いいところはピン打って、はいはい、あー、ここですよっていうのを記録する。なるほど、なるほど、はい。今はどういうところを見て探してるんですか。これ、まあ線がビーってあるじゃないですか、はいはい、これ、水深がずっと分かれてるんですよ。こう10メーター、20メーター、25メーター、30メーター、はいはい、で、こういう駆け上がりしてるやつですよ。あー、こう、地形が変わってるところと、はい、で、あと潮の当たる当たらないっていう。
ことで、水が巻くとこで、なるほど、その地形見て、でも漁船とかじゃなくてそういう地形で選んでいく、そうですね、地形見て、はい、小魚いるんじゃねえかなみたいな、でその小魚に寄ってきたやつ釣るみたいな感じです。このコピーがいい、大自然を遊び最高の相棒を見つけませんか。アラカですね、アラカ。1本下力です。はい、ありがとうございます。はい、いきなりパチーンってなんだよ。落としてシャクル、はい、落としてあもうシャクルなり巻くだけでも大丈夫ですよね。巻くだけでも、ちょっと見本見たからやる。そうですね、釣れました。え、まずこれこいつ釣れました。よいしょ、引きちぎっちゃって、引きちぎっちゃっていいですか。はい、しゃくり散らかせばいいですか。はい、しゃくり散らかして、巻き散らかして、巻き散らかして、はい、釣りまくってください。はい、釣りまくって、はい、あ、見てる、当たった、当たった、釣り当たりました、当たった、当たった、本当に、そうです、いやいやいや、あのビーチでそこで釣って、これってなったら止めて、もう楽しい。さあ、あげーがたの、あげーがたの、ほらまばゆい光よ、孤独の鳥、孤独の鳥、まあ、ゆっくり巻いてる感じですかね。時に激しく、おいますよ、いますよ、なんかなんかいますよ、青物ではないですけど、なんかそこのそこのなんかないとかね、おお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 おブラボーの瞬間だけ筋肉になるの知ってます。ちょうど釣られた、ちょうど昨日釣られた、めっちゃ面白いっすね。ナイスタイム、ナイスタイム、ね、よかったね。塩焼きバッチリかかってる、バッチリかかってる、バッチリ、すごい、たった1本のフックをバッチリ口にかかってる、はい、バッチリ口にかかってる、はい、はい、まあ、教えた人がね、ルアー選んだのと教えた人が良かったんでしょうね。まだまだよ、一番最初のコツもそいつだったんじゃないですかね。あ、面白いですね、うん、けてたのやだー、ナイス。稲葉さんがあの慌てて合わせないのが逆に良かったのかもしれない。ナイスです、おめでとう、おめでとう、ナイス、ハロー、ツ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 ー、いいよ、これはナイス、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 やったね。こんな感じで大丈夫ですか。はい、はい、いい感じです。直樹も賛成、読み分けでお願いします。直樹も賛成するぜ、賛成だぜ、イエーイ、ナイス、はい、ちょっとあの孤独の鳥歌ってもらっていいですか。明け方の空、まだ眩い光よ、そこからかしっかわかんない。ジャスラックから来たら、ね、あれ一応 CD 出しとるけどね。まあまあ再生回っとるよ。この回釣りたい。峠からすごいね。持ってますね。いきなり稲葉さん。はい。次のポイントに行きます。次のポイント来たんで、ガンガンやっていきたいと思います。よいしょ、よいしょ。当たりました。え、もう？当たりました。当たった、当たった。当たる。当たります。行くぜ、行くぜ。今何やった？え、
へそですね。釣れた。お、来た。来た来た。あ、来た。来た。来てる来てる来てる。お。嘘でしょ、これ嘘でしょ。さすが。なんだなんだ。釣れた。釣れたっすか。なんだなんだ。これの周りはねえ。あれ？あ、いやいるいるいる。ちっちゃいぞ。え？どんな映像？どんな映像？どんな映像だ？来た。はい、ナイスです。危ねえ、坊主を防ぎた。坊主はなんとか。当たったって言わなかったんでマイナス100ポイント。絶対回収しようって言ったでしょ。めちゃくちゃ回収しようか。ちょっとあれでしょ、ちょっとエビってるかもな。あ、でも…ナイス。ナイス。引いたぞ。アーモノ？タイやね。ぽいね。タイっぽいね。タイね。タイっぽい。タイっぽい。タイラバヤみんな、タイラバヤ。やっぱタイがおるんやろね。ね。でもネタカの可能性もある。これでエソだったら面白いのにな。絶対。人より。あげるか。よいしょ、ナイス。あ、いいサイズじゃん。糸よりさん。綺麗。綺麗な。食材ゲット。はい。ザス。ザス。途中で諦めない人よりだったね。ね、だいたい最初だ。ね、最初だけやけどね。最後までタイやったね。頑張るタイ。綺麗綺麗。ね。ナイスです。綺麗な色してますね。ザース。いい。押し直すか。建築タイラバレば。かさっき自分変えてないから変えてみる。あ、じゃあタイラバやらせてもらっていいですか。タイラバも落として落として巻くだけ。いっちゃん簡単なやつ。握手に出ます。当たってる。なんだ引き場超弱いね。さっきのやつかな。ちょっと大きくなりました。ここからわらしべでいくからちゃんと。おお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 お
のか。エソファクトリー。エソファクトリー。エソファクトリー。さっきより大きいかもしれないよ。おおおお。明け方の空。番長、酒のつまみが釣れるか？釣れるか？みんな食べさせないと。ねえ、それじゃあみんなお前寝ることなのね。おおお、見えてきた見えてきた。おいおい。さあさあさあ。おお。エサ。おえ。三匹目。三匹目。ちょっとずつ大きくなってます。ああ。大丈夫です。よかったよかった。大丈夫です。安心してください。安心してください。あのマネージャーさんは笑ってますけど。行くぜ。ラストのポイントかもしれないんで。優秀の美で。優秀の美飾りたいですね。それはちょっと厳しいかもしれないです。じゃあ正解ましょう。小田原さん行っちゃって確定。すいません、参戦させてもらってもいいですか。タラコ大王でしたね。怖い。どこだ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 。まあその辺取りがいいその辺で投げてもらって、下から気をつけます。どうでした？僕に関してですか？うん、僕は今のところゼロ式ですね。今から行くんだもんね。今から行くんですよ。そう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 、ね、準備終わりました。ゼロ式でした。言うまずね言うまずね。もう差が止まるか。どっか島に下ろすんで、でキャンプとあの後でハイボール持ってきます。ハイボールを作る。それでいい本です。よいしょ。中がいけすになってる。そうです。今日釣ったお魚さんたちを。失礼します。よし。まず伊藤由里さん。イエーイ。一。玉入れみたいな。と。二。一。わお。と。よし。よし。はいよー。お疲れ様でーす。いやー、大爆笑。綺麗だな。あー、これは僕ですかね。はい、ムネさんが釣ったやつでした。その後同じ動画貸したんですけどね。そのまんま、そのまんま貸したんですけどね。貸したんですけどね。貸しいな。ダイナマを広さ的にか。結構こっから、ここもすぐそこれなんですけど、こっからどこから正確にあれかわかんないですけど、こっから上です。あ、ここから。ここで使った方がいいですね。ここからですね。はい。いいですか、直していただいても。すげー。
うい、あ、ありがとうございます。よいしょ、すごい、行こうや行こうや、お疲れ様です。これか、フワリアもできてますよ。お、ありがとうございます。評価は見ようかの評価は OK。 なんか重そうにしてるけど軽いやろな。違う評価はあるよね。バクチョ、バクチョ、バクチョ、稲葉釣ったんすか。糸目で釣っちゃいました。糸よりとタイ、ナイス。おお、タイを釣らせていただきました。S を4匹外れってことですね、はい、れ残念でした。竿頭だけでもいいことですね。ナイス、すごい、めちゃくちゃ景色いいですね。メンタン玉すげえ。釣りしてるところが見える。もう食べれますよ。すげえ。しょうがない。おゲストさんから作ってあげようかね。ありがとうございます。いただきます。すげえ。大丈夫？洗わんで。手洗います？あ、いや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 。手洗います。どうか。コンソメですか？うどんスープで。うどんスープ。だし。うん。すげえ。あ、どうもー。洗います？って。あ、大丈夫大丈夫。はい、スープ中でこちらへ。喉洗おうかね。これ。すげえ。お水だ人こちらへ。お願いします。あちしよう。え、どうぞ、食べても大丈夫ですか。あ、ありがとうございます。ちょっと多かったね。ちょっとこっち。はい。お裾分け。お裾分けくださいね。スープが少ないですね。そしたら。あ、OK です。あらまーす。あらまーす。それだけで。ボツはこれ。お肉はお肉のつゆごと入れると九州本来の甘いうどんになります。宗下もっとつゆ入れていいよ。270ml分ある。これ肉はどんぐらい？肉いっぱいありますよ。あ、ありがとうございます。うわ、うまそう。はい、シワうどん。はい。うわい。うん、これ郷土料理ですか。郷土料理何なんですかね。かしわうどんって言いますよね。でも、うん、九州、うん、九州はかしわうどんが主流ですね、うん、で、だしもめっちゃ甘いっす、はい、で、麺が伸びてるっていうのが楽しい。あ、そうなんだ。いただきます。入ってこしがない。ふにゃ、ふにゃの。お酒いただきます。はい、いただきます。うん、めっちゃうまい。わー、だしがもううまい。だしうまいでしょ。だしうまい。これ市販の市販かい。本当にめっちゃ甘いんだよね、うん、この肉のタレではまた甘くなってる。そうそうそうなんですよ。うわ、うまい。そうですね。うん、景色もいいですからね。うん、ね、いつもより少ないぐらいね。ここでキャンプしたい、ね、うん、ここでキャンプしたら最高ですね。うん、酒飲んでね。うん。こ、うん、も入れるよ。上で寒かったロケですね。そして、うん、風がちょっとあって。いただきます。でも日があったからね。うん、まうん。お店の味がする。お店の味がする。うん、うん。かしわバチクソうまいですね。こちらでテントを立てていきます。はい。初めて建てるテントですね、これは。一応これ、まあ、ウッドデッキ用のペグかなんかで買ったんですけど、大丈夫ですよね。こういう感じですね。そうです、そうです、そうです。足りるかな。足りそうっすね。あ、大丈夫です。いけるいけるいける。いけますね。ありがとうございます。はい、これでお願いします。はい。何個ある？わかんない。10個ぐらいです。10個ぐらい。足りるかわかんないです。ここに捨てたらいいですか？多分この八角形になる。はい。ここに場所が決まったら、はい、ここにおそらく、はい、かける形になるんですかね。はい、一番気持ちいいところにペグダウンですね。これはペグダウン。ペグダウン。で、この紐を一回全ゆるにしてもらった方がいいかもしれない。あ、今全ゆるです。
自然ゆる新鮮なんだよ、あペグアップしたペグアップ、ペグアップしましたね。あ、じゃあ山内さんがそちらの方から、いいんですか、あれですかね、いいんですか、じゃあ受け取ってくださいね、いきますよ、ちょいあぶねえ、めんどくさくなるだった。あそこにまで取り行かないかんとこですね。結構高い、3メーターぐらい。うん、みんな少ないでした。じゃあすいません。はい、行ってきます。よっしゃい、いらっしゃいませ。ケガ。帰るな。あ、抜けた。はい、閉めた。すごい。すげえな。完成ですか。はい。はい。ありがとうございます。キャンパーですね。あっという間でしたね。ね。我々あれああじゃないこうじゃないっていつもこれをやってたんですけど。めちゃくちゃでかいですね。ね。でかいです。住人は泊まれるあれです。うん、ですもんね。今日誰か泊まるんですか。今日はみんなで泊まります。みんなで。5人です。5人で泊まりましょう。5人で泊まります。呼べますよここ。あで呼べる。スーパーコンパニオン。マジっすか。山本君今日おなら臭いから危ないね。いやあでもちゃんと換気上できる。本当だ。ちゃんとベンチレーターもついてる。お重いですかおなら。重いです。下にダメです。じゃあでも下にもあるよ。ちゃんと。あ下にも。あ本当だ。じゃあ大丈夫。あ大丈夫。抜けますね。重いおなら。テントもできたことですし。はい。乾杯しましょう。はい。もうですか。乾杯とかって乾杯いけますかね。今みんな手汚いですね。無理ですね。じゃあテント無事出来上がって、はい、で向こうの何ですかあれはバーベキューコンロ、バーベキューコンロも仕上がったということで、はい、乾杯させてもらいたいと。最高の眺めで。最高の眺めで。プシュカコ。よいしょ。ちょっと今日はノンアルになっちゃうんですけど。はい、全然。じゃあ釣りよか佐賀よかでしょうと伊豆の虫釣り、お初めてのコラボ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。また佐賀にも来ます、はい、また来てください、はい、キャバイキャバイキャバイ。帰ってこれなかったな。アルコールが入ってないから。眺め最高っすね。これテント入ってからの眺めまたすごいんで。ちょっと中入ってみますか。中入らせてもらいます。どうぞ。あ、みんなでちょっと入ります。入りましょう。すごい。よっしゃ。これもこのテントのために。このテント。まだ見せないぞ。おお、まだ見せない。さすがさすが。やっぱいいわ。やったな、これ やりすぎですね。これでしょ、うん、これがやばいっすね。これいいわ、久々だけど。いやー、あら、よかばーい。キャポーイ。あそこ、油湧きよ。色がほら、こじらせの奥、青くなってるやん。おじらせとおじらせの。ほんとだ。ナブラかなぁ。ぽいね、ぽいね。すごいですね。奥でしょ。しましょう。あれはぽい。あれはそう。うん。ちょっと船出しましょう。だいぶ巨大っすよね。出しますか。でもせっかくなら釣ってほしかったね。若干右に動きようかた。うん。すごい。一回、沈んでたね。結構広いナブラがあったよ。あ、そう。ダメやったとか。早かった、沈むのが。しかし、これいい景色やな。これってよく見たら、ここに。ファスナーがついてるけど、うん、多分分離できるんです。そうじゃないですかね。フロアレスに振って。ああ、フロアレス。やべ。やっちゃった。フロアレス。
いやいや、やってねえから。やってねえから。なりたいな。なりたいな。いくつもね。フロアリス、ウィルさん。ウィルさん。帰りますか。仕上がったし。帰りますか。帰りましょう。